こんにちは、素読教室です。夏季猛特訓中です。竹川信義、司馬太郎の坂の上の雲を暗唱します。こいつも渋ってやる。暗唱する内容はこの内容です。ではお願いします。坂の上の雲、まことに小さな影が開脚を迎えようとして、小さなという名所の領土、小さな影はなかったであろう。産業といえば農業しかなく、人材といえば300年の間読書関係であった旧士族しかなかった。明治維新によって日本人は初めて近代的な国家というものを持った。誰もが国民になった。不慣れながら国民になった日本人たち、日本史上の最初の体験者として、そのこの新先生がご一緒、この痛々しいばかりの紅葉が分からなければ、この段階の歴史は分からない。社会のどういう階層の、どういう家の子なの、ある一定の資格を取るみたいに必要な記憶力と根気さえば、博士にも管理にも軍人にも教師にもなれと。この時代の明るさ、こういう楽天主義から来て、今からは絶縁国権のことに、これと金の丘、主要尊厳のこの国家の領地がヨーロッパ先進国たち海軍を持とうとした陸軍の領で、財政が成り立つことがないが、ともかく近代国家を作り上げてよというの、もともと維新成立は大目的であったし、維新後の新国民たちの少年のような希望であった。この物語は、そう小さな国がヨーロッパにおける最も古い大国の一つ、ロシアと対決し、どのように振る舞ったかでもないみたいである。主人公は、あるいはこの時代に小さな日本ということになるかもしれない。とうかくん、我々は3人の人物を後を追わねばならない。四国は伊予松山に3人の男がいた。この古い城下町を生まれた秋山先生が、日朝戦争が起こるにあたって、勝利不可能に近いと言われているパルチック艦隊を滅ぼすという作戦を立て、それを実施した。その兄の秋山義雄は、入の木を育成し、指導戦争の経営と呼ばれ、小作次第を破って奇跡を遂げた。もう一人は俳句短歌といった、日本の古い短縮系に新兵入れて、その中高層になった、俳人、正岡式である。彼ら、明という時代人に対して、前を伸び、見せながら歩く。登ってゆく坂の上の青い手に、もし一段白い雲が描いているとすれば、それのみを見せて坂を登ってゆくであろう。はい、大成功です。では黒板の前の文章を読んでください。小学生の素読の会、児童募集中。登る子、登る稽古の共通点。小学生低学年の頃は脳の浴槽を大きくする時期です。多くのことを吸収できるように容量を増やす時期です。浴槽が小さいのなど、成長していくのが知識が入ってきます。なんとなく英会話を学ぶより、日本語で正しい敬語を使える方がよほど重要です。勉強に興味が湧く中学生、高校生、若者の中学生、高校生、英単語、漢字などすぐ覚えられる中学生、高校生、覚えられる中学生、高校生。そっち側は小学生の時どう過ごしたかによるです。小学生の時、その負担をしっかりしたテレビやゲームで過ごした時代と、そうそう大きく開いていくのです。高校は大事なの。高校は自分の横断を使って答えようという問題が生まれ、それが国際的な潮流でもあるからです。日本型の4つの選択肢が正解を選ぶ問題を何百問出て、ピサ型の読解力がつきやすい。正解ではない他人を納得させ、納得感をいかに導くかが重要です。日本の教育現場を自爆する正解主義を払拭して、修正主義に移行するけれなりません。まずやってるとそれか無限に修正していくやり方です。教育の本質は人の上に立って人を治めの道を学ぶであらず、また人を慕って人に抑えられる道を学ぶであらず、一個人職場を伝えて社会の義務付けだと絶好調精神や持ち主を作ることにある。はい、ありがとうございます。では最後に一言、何かありますか？はい、ありがとうございます。皆さん頑張ってください。では、失礼します。頑張り。